あ、待ちます。お、快適に入れる場所です。なるほどなるほど。え、そっちが何？こっちは、あの、ポケット側のところ似たやつだ。もしかして黒いやつが切るだけ黄色かったやつ。そう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 、今丸々太って太ってますね。ちょっとうずったかも。よいしょ。こんな10匹買ったやつ。そうです。銀鱗だ。譲ってもいいやつってどれになるんですか？どれでも。あ、いいですか？好きなの選んでもらっていいですよ。うちの池、白と赤とかオレンジが多いんですよ。黄色かなって思ってるんですけど。じゃあこれかこれか。そうっすね。どっちでもいいですか？どっちでもいいです。大きい方いいですか？はい、下に沈んでる方です。はい、わかりました。初銀鱗。おお、さすが。他のを取ってもらっていいですか？お、とりあえず塩はやってもらった方がいいと思います。慣れてる。教えてもらったんだよ。ダンボール持ってきたんですよね。あ、持ってきたんですか？はい。はい、あざす。銀鱗、大丈夫？一応遠慮して様子見て岩池に持ってこう。1日置いて塩を入れよう。その通り。まず半分。それで1日待って明日また半分入れよう。塩の残りも入れちゃおう。待ちだな。4日目ぐらいかな、遠慮して。ぼちぼち池に持ってこう。銀鱗黄色、よし持ってこう。ごめんね。透明を維持されてる。透明は維持されてるぞ。ロッカーのやつ見直して1週間ぐらい経ったんかな。
よ。仲良くな。これで3匹かな。あとは黄色金魚と昔黄金と。すんのかな。ちょっと薄い黄色だよね。搭載たちと大きさは一緒ぐらいかな。よろしく頼む。